こんばんは、クリミナルです。今回は1990年代後半に大阪府大阪市西成区の北部、いわゆる愛林地区で発生したある事件をご紹介します。解説パートではもう一件違った事件をご紹介します。1990年代の愛林地区といえば、昼間から街頭で博打が開帳されており、覚醒剤の密売も横行していた。夜になると立ちんぼが現れ、男女関連のトラブルも多く発生していた。また西成強盗といって、羽振りの良さそうな人間を見つけると集団で襲いかかり、身ぐるみを剥ぐといった事件も起きていた。またこの街では下駄箱に靴を入れるのも厳禁だった。ある警察官が事件現場に到着し、下駄箱に靴を入れようとすると上司に注意された。なぜかというと、あっという間に靴が盗まれてしまい、露店の闇市で売りに出されてしまうからだ。当時の愛林地区はそんな場所であった。そしてその町でこの事件は発生した。ある日曜日の昼下がり、愛林地区にある書店で店主である清さんが何者かによって滅多刺しにされたのだ。通報を受けた警察官が現場に到着すると、店内は生臭い血の匂いで充満しており、あちこちに血が飛び散っていた。店主が倒れていた付近には血だまりを踏んだ足跡がいくつも確認された。事件を目撃した清さんの妻によると、顎ひげを生やした70代くらいと見られる男がふらっと店に入ってきた。夫はいつもと変わらず店の奥にある椅子に腰掛け店番をしていた。するとその男が意味不明な言葉を発しながら、刺身包丁で夫の頭に切りかかってきた。夫は悲鳴を上げて抵抗したが、肩や胸のあたりを何度も刺されていた。私も止めに入ったが、手を切られてしまった。そしてその男は逃げるように店から出て行ったという。なお、店主の清さんはすぐに病院に運ばれたが、搬送先の病院で息を引き取った。警察は目撃証言を参考に早速捜査に当たった。すると犯人はすぐに現行犯逮捕された。逮捕された男は取調室に連行された。目撃証言の通り、顎ひげを生やした男で、何やら独り言をブツブツとつぶやいている。所持品検査をすると、あるメモを所持していた。捜査員がメモに目をやると、思わずぎょっとした。そのメモには、神のお告げ、宇宙の神々といった言葉がぎっしりと書き込まれていたのだ。犯人の男は精神鑑定を受けた後に精神病院に措置入院となり、その後釈放された。事件後、亡くなった清さんの妻は後を追うように他界。その後、娘夫婦が書店を引き継いだが、しばらくすると店を畳み、引っ越していったそうだ。解説パートでは、刑法39条の責任主義について解説します。刑法39条の1項には、心神喪失者の行為は罰しない。二項には、心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する、と記されています。心神喪失者は責任無能力者のことで、精神障害等のために、自分の行動の善悪が判断できないか、自分の行動をコントロールできない状態のことを指し、心神耗弱者は、限定責任能力者のことで、判断やコントロールができないわけではありませんが、それらが著しく低下している状態のことを指します。つまり、精神障害を持つ者が犯行時、やっていいことと悪いことの判断ができなかった、もしくは自分をコントロールできなかった状態だった場合、刑を軽くする、もしくは無罪にするというものです。加害者に責任能力がなければ、犯罪行為に対する責任を問えないということです。刑事責任能力は、心神喪失、心神耗弱、完全責任能力の3つに区別されています。起訴前であれば、検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴後は裁判所が上記のいずれかであるかを決定します。つまり、心神喪失にも、心神耗弱にも当たらなければ、責任能力があったと判断されるわけです。例を挙げると、車を運転中に脳梗塞で気を失い、死亡事故を起こしてしまったケース。こちらは、場合によっては、心神喪失が適用されることがあります。また、原因において自由な行為というものがあります。犯罪行為時において、
たとえ心神喪失状態であっても、その状態を自ら招いたときは、責任を問われるという法理のことを指します。例えば、自分は酒癖が悪く、酒を飲むと暴力的になることを知った上で酒を飲み、泥酔状態に陥って他人に危害を加えた場合、責任ありとされ、罪に問われます。ここで犯人が精神病を患っていましたが、責任能力ありと判断された事件をご紹介します。2019年6月、大阪府吹田市の交番で男が警察官を包丁で刺し、拳銃を奪って逃走する事件が発生しました。犯人の飯森は事件翌日に山の中に潜んでいたところを逮捕されました。飯森は殺人未遂などの罪で逮捕・起訴されましたが、重度の統合失調症を患っていたのです。飯森はこのような言葉を発しています。なぜ交番を襲撃したのかと問われると、警察は10歳の頃の自分をバラバラにし、ひどいことをしたから殺せと幻聴に出てくる知人に命令された。心の中の精霊さんに常に指示されていて、それに従うしかなかった。飯森は精神疾患の影響を受けていたと思われましたが、検察は正常な判断能力は残っていたと主張。なぜなら飯森は事件前に虚偽の110番通報をして、交番の人員を手薄にしようと画策し、さらに犯行後には着替えをして逃走していたのです。そのため、精神疾患の影響を受けていたことは認めつつも、検察は懲役13年を求刑しました。対して弁護側は、飯森は厳格、幻聴の指示に従ったものであり、精神疾患の影響を受けていて、自分の意思で行ったとまでは言えないと主張しました。最終的に裁判所は飯森に対し、懲役12年の刑を下しました。裁判長は、統合失調症の影響を受けていたことは認めつつも、犯行前後の行動は合理的で、自分の犯行の意味は理解していた。全く責任能力を欠いていたとは言えないと判断したのです。法学や精神医学の世界では、刑法39条や責任主義の考え方は必要とされています。ただ、被害者遺族や世間から感情的な反発があるのも事実です。では、厳罰化を進めたらどうなるのでしょうか。仮に厳罰化を進めて刑期が伸びれば、罪を犯してしまった者を強制的に無効化する期間は長くすることができます。しかし、その分費用はかさみ、受刑者が出所した後、就職先や居場所が全くないとなると、再犯してしまう恐れがあります。そうなると、新たな被害者を生んでしまうことにつながり、社会にとっては損失となってしまいます。よって、厳罰化より、更生や治療に力を入れるべきだという考えがありますが、処罰感情からなる厳罰化を求める声が対立します。また、厳罰化には、犯罪を抑止するという研究と、犯罪は抑止されないという研究が共に存在します。厳罰化が安全な社会の実現につながるかどうか、非常に難しい問題です。ここで余談ですが、Amazon プライムビデオに、刑務所一日体験という作品があります。これは、非行少年たちに刑務所見学をさせるというプログラムです。そこでは、喧嘩自慢の少年が、屈強な受刑者に罵られたり、刑務所に入るとこんな悲惨な生活が待っている、絶対に罪を犯すなと、受刑者から念を押されます。そして、刑務所体験を終えた非行少年たちは、もう非行はやめると言って、その後生活態度が改善されたと紹介される作品です。このプログラムは、スケアードストレートと呼ばれていますが、実は逆効果だったそうです。なんと非行少年たちは以前にも増して非行に走ってしまったのです。なぜなら少年たちの恐怖や不安をかき立てるばかりで立ち直る術、更生する機会を与えていないからです。むしろ少年たちを激しく罵ったり不安を煽ることで自尊心を下げることにつながってしまったのです。最後に映画やドラマに出てくる詐病について触れたいと思います。映画やドラマで犯人が精神病に罹患しているように見せかけ、罪から逃れ、再度犯罪行為に及ぶといったシーンを一度は見たことがあるかと思います。しかしそれは現実では通りません。精神鑑定は私たちが思っている以上に多角的に行われます。様々なテストを行い、問診は本人以外に家族、友人、学校の教師、近所の人にまで話を聞き、近年では脳波を取ったり、MRI 検査まで実施します。それらのデータをもとに何人もの専門家が厳しくチェックしていくのです。
たとえ罪から逃れようとした犯人が詐病したとしても確実に見抜かれてしまうのです。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。